ランクルを長く乗るための日常点検、ダカールラリーのメカニック直伝、冷却水とクーラー回り編です。皆さんこんにちは。ダカールラリーのメカニックをしてます谷上です。今日はランクルを使って車両を長持ちさせるメンテナンスを紹介していきたいと思います。今回は250を使って冷却水とクーラー周りの点検について解説。エンジンルームでチェックすべき5項目、4つ目の今回はエンジンとターボの冷却水です。冷却系統にインタークーラーの説明させていただきます。こちらが、エンジンの冷却水の、サブタンクになります。こちらがターボのインタークーラーの冷却水のタンクになります。まず点検としては、暑い時は絶対に開けないでください。熱で沸騰しないように加圧してますので、暑い時に加圧した状態で開けると火傷しますので、まず点検としては冷えた状態で、エンジンの方も同じく、冷えた状態でキャップを開けてください。今プシュって言ったんですけども、ちょっと加圧されている状態です。で、もうエンジンが頭とあとすぐとかに開けるとプシュっていって冷却水も飛び出してきて手やけどしますので気をつけてください。で、量を点検するときはだいたいフルとローの間にあることを確認してください。でもしローより下回ってる場合っていうのはキャップを開けてもらって空欄定期を補充してください。でも頻繁に変えるものではないです。でこれなくなってしまうとターボだったりエンジン内部っていうのが冷却ができなくてオーバーヒートにつながりますので、こちらも日常点検お願いします。インタークーラー、ターボとエンジン用で分けてるからです。普通のガソリン車の NA はもう1個しかないです。でハイブリッド系になるとまたハイブリッド用とエンジン用で2系とあります。液に関しましてはどちらも同じ空欄定期冷却液っていうのを補充してもらえればと思います。冷却水もウォッシャー液と同じで凍結温度がありますので、水ではなくて空欄定期を補充お願いします。形も常時ありますので来ていただけると補充できますし、ご自身で購入される方は希釈タイプとそのまま使えるタイプっていう2つが売ってると思いますので、希釈しない分はそのまま、希釈する分はしっかり薄めてもらって補充をお願いします。街中で、オーバーヒートのランプがついた場合は、一旦すぐに路肩だったり安全なところに、止めてもらいまして、で、もう水でいいので応急的に補充をしてください。で、そのまま販売店だったり僕たちのところに来てもらって点検できますので、どこかから漏れてたかで、その場合は漏れの修理っていうのが必要になります。例えばこの量がすごい減ってますよってなった時に、コアの方とかだと自分でどこが漏れてるかっていうのを見たいと思うので、そういった場合はホースのつなぎ目だったりで、ラジエーターのこういったフィンが見えるので、エアコンが効かない場合はコンデンサーだったりっていうのがあるんですけども、そういったフィンを見るときはここを開けて目視点検はできます。今回エアコン関連の点検ポイントも見ていきましょう。エアコンのパイプ、クーラーが通ってるパイプはここの細い分が張り巡らされてるんですけど、こっちがローの配管。クーラーガスはエンジンルームにあります。エアコンの効きが悪くなったりだとか冷えが悪い場合はもちろんガスが少なくなってる可能性も考えられますんで、量の点検っていうのはもう僕たち販売店で専用のツールを使って点検するような形になります。そしてエンジンルームだけでなく車内のエアコン状況もチェック。では次にエアコンのフィルターの点検をしたいと思います。エアコンのフィルターが汚れてくると風量が弱くなったりだとか、あとは臭いの原因につながりますので、こちらも日常点検と定期交換が必要になります。では外していきます。そしてグローボックスの奥に大体どの車両もついてます。で、このタイプはグローボックスを開くだけでいいんですけども、車種によってはこのボックスごと取り外してっていうような形になります。で、ランクル系はやっぱこういうのが多いです。とかクラウン系、このタイプはわりかし外す点数が少ない。こちらがフィルターになります。今すごい綺麗な状態なんですけども、
でこういったあの折り目の中だったりっていうところがホコリで黒くなったりだとか、ひどい場合はもうここ全部一面ホコリが入ってたりとかします。そうなると風量が弱くなったりだとか匂いの原因につながりますので、年に一度だったり2年に一度っていう分で見てもらって、汚れ具合等を確認して交換だったりっていうのをしていただければと思います。もう交換ですね。あのエアブローすると破ける可能性があるので、家のエアコンシステム室外機までがギュッて凝縮されて車についているような形になりますので、あの家のエアコンのフィルターだったりっていうのも清掃すると思うんですけども、車のフィルターはちょっと清掃ができないので、あの交換っていう形になります。水洗いとかもできないです。あとメンテナンスとしては目視確認で、あとはもうあのご自身でご購入されて付け替えてもらってもいいですし、年1回の点検はしてもらった方がいいと思います。車検関係ないです。汚いままの人もいます。10年以上交換してないってなると、多分風がほとんど出ないぐらい詰まるのではないのかなと思います。入っていく、内気にしろ外気にしろこのフィルターを越して空気を出しているので、このフィルター自体は目詰まりを起こしていると思います。今までの中で一番すごかったのが、こうこの山よりも上までホコリが詰まってる。で外気モードとかにされると枯葉とかが入ってくるので、そういったのがこうバーってなってるのは見たことあります。まずそもそもフィルターがあるっていうのをあのなかなか認識されてる方が少ないっていうのもありますし、あの夏はあのエアコンよく使えますので、まあ、あの夏前に一度点検してもらうのもいいかなと思います。何種類か種類がありまして、今ついてる分は、活性炭が入った消臭効果がプラスになってる分です。でもう一つグレードを下げると、もう本当にゴミを取るだけのフィルター、ランクを上げるとアレルギー物質だったり硫黄の匂いなども取れるような強い消臭効果があったり、あとはビタミン C を放出するようなあのフィルターっていうご自身でご購入できますので、価格帯は安い分だと2000円ぐらいから、その一番いいやつでだいたい7000円ぐらい。あくまでフィルターは入ってくる空気をきれいにするっていう意味合いなので、匂いのとこってなると、そのフィルターの後の通路っていう可能性もあるので、今簡易的なガスの噴霧で中のこの通路の清掃っていうのもできるのも売ってますので、そういった分で中の通路まできれいにしてもらうと、あの吹き出す風があの匂いっていう分で低減できるかと思います。僕たちはやっぱ地域柄やっぱ大分県があるんで、温泉街とかに行くとやっぱりそのフィルターつけてると外すごい硫黄臭いんですけど、エアコンの風はきれいに消臭してきてるっていうのは地域柄体験はできますね。消臭効果はかなり室内に影響してくるかなと思います。皆さんも日常点検をして愛車を長く乗りましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。知ってますか？ランクルズはトヨタ公式ファンコミュニティ。まずは登録から。